ああ、ただいま。これは君に。じゃあ、俺、そろそろ…オルロック、この後は何か予定が？ん？それは、特にないけど…君も食べていかないか。彼女のそばにいてくれたお礼に、というのもあるし…いつもの癖で、少し買いすぎたから。じゃあ、もうちょっとだけお邪魔することにする。リリアーナ、明日の予定について話をしたい。ビスコンティを訪ねるつもりだ。ギルバートにはすでに連絡してある。セバスティアーノの贈り物については、拠点を探す以外の方法で調べを進めたい。それには…ギルバート・レッドフォード、君のビスコンティの力が必要だ。ああ、迷惑をかけることになるだろうから、電話ではなく顔を合わせて話したくてね。その後でラオ州にも顔を出そうと思う。そのつもりだ。いや、君さえよければ明日は私と一緒に来てほしい。そうしてくれた方が助かる。今は離れていたくない。
よく来たな。ま、適当に座ってくれ。久しぶりだな、リリアーナ嬢。ギルバートから話は聞いていたが、元気そうでよかった。否定はしない。まさか君に胃痛の種を増やされるとは思わなかった。で、お前が言ってた頼みってのは？シカゴに探りを入れてもらいたい。うちに頼み事って時点でそっち絡みの可能性が高いと思ってたが、例の贈り物の入手先はアメリカか？ああ、町全体に影響を及ぼす何かを入手できる先は限られている。セバスティアーヌは記憶を取り戻した後、この国を離れアメリカに渡っている。そしてシカゴでスピークイージーを経営していたそうだ。その目的はおそらくつながりを得ること。シカゴマフィアか。もちろん無償でとは言わない。こちらもそれなりの誠意を見せるつもりだ。当然だな。得るものがない取引など話にならない。贈り物だかなんだか知らねえが、これ以上この町を好き勝手されるのは我慢ならねえ。利害の一致もある。報酬も出る。俺に断る理由はねえよ。感謝する。詳しいことはここに。この短期間でよくここまで調べたな。特技の一つでね。厄介な仕事だ。あまり期待するなよ。驚いた。ギルバート・レッドフォードの言葉とは思えないな。君にできなければ他の誰にもできないよ。言ってくれるじゃねえか。いいだろう。必ず掴んでやるよ。ちゃんと約束の時間に来たね。賢明だよ。そっちがディレッディレッド俺。え、
そうそう、それ。ああ。何をしているんだ、ガキども。見てわかるでしょ、お出迎えだよ。客の足止めをするな。ヤンが待っている。さっさと入れ。来たか。好きに食え。毒が入っていても構わんならな。毒殺など君の趣味ではないだろう。今日は君と世間話をしに来た。そのためにわざわざネズミの末か。よほど愉快な話なのだろうな。俺の時間を割く以上、最低限価値のある会話をしてもらわねば。期待に添えず悪いが、今日の話題は君に提供してもらいたい。ほう。私が得た情報を君たちに共有する。それを条件に、私はこの町にいることを見逃してもらっている。ビスコンティもファルツォーネも事件の解決に協力的な姿勢を見せてくれているが、ラオ州は彼らと少し立場が異なる。君が私に情報を提供する義務はない。そんな約束は花からしていないからな。けれど、君が掴んでいる情報があるなら教えてほしい。今日はそう頼みに来た。先日の会合で君は少し気になることを言っていた。セバスティアーノが手広く遊んでいると。ずいぶん手広く遊んでいるとは思ったが、なかなかにいい趣味をしているな。どうこした発想にはいっそ関心すら覚える。俺とは全く気が合わんが。あの口ぶりはまるで、セバスティアーノが女性を殺していると知る前から、彼が手広く何かしていると気づいていたかのようだった。違うかな。なるほど、さすがと言うべきか。俺の話を随分と注意深く聞いているらしい。
話してやれ。ベレーノで不可解な病気が増えている。症状は皮膚の広斑、水疱、激しい嘔吐に呼吸不全、その他に目の痛みを訴える者もいた。多くはないが、すでに死者も出ている。調査の結果、患者はストラノに隣接する地域に多く発生していると分かった。ついでに調べてみたが、どうもストラノの方がベレーノ以上に被害が多く出ているようだ。さて、それはどうだか。有益な情報をありがとう、シニョレ。それと、彼女におかしなことを吹き込むのはやめてくれないか。そうか、失敗したか。行こう。リリアナ、リリアナ、どうした？
今日は疲れたかい？もう少し話さないか。今夜すぐに対処が必要なことは特にない。それにこのところそばにいても君と話す余裕があまりなかったから。何か聞きたいことはあるかな？それとも私から話そうか？そうだな。君はいつも私のために心を砕いてくれるけれど、私にも何かできることはないだろうか。けれど私はよく君を泣かせてしまう。君のことが大切だから優しくしたいと思っているのに。だからもし何かしてほしいことがあるなら、欲しいものがあるなら教えてほしい。それは
ロズベルグ教が教国内部での政争に敗れたらしい。まだ公表されていないが、エミリオから連絡が来た。次期教国の主となる聖職者は、これまで関係が悪化していたイタリア王国との和解に向けて動く方針だそうだ。ガリエがエレナを襲った時のことだけど、ヤンの投げた装甲を弾き落としたナイフ、あれは教国の使徒候補に支給されるものだった。アンリに頼まれて教国内部のことも少し調べてる。何か分かったらすぐ伝える。俺はずっと支給されたもの以外を使ってたから、確認を取るのに少し時間がかかった。ごめん。そういうことになる。うちが頼まれてた調べ物についても報告がある。普通はこんな短期間で探れるもんじゃねえ。感謝してほしいぜ。ったく、どこまで調べられた？連中の取引の概要まで。ガリアがつながってたシカゴマフィアは軍と付き合いがあったみたいでな、先の大戦で使いそびれてた兵器を連中に払い下げたらしい。引き取ったシカゴの連中も使い道がなくて持て余してたようなんだが、それを最近ファントムと名乗るおかしな男に売ったって話が聞けた。ファントムってあの？シカゴで酒の相場を荒らしていた男で、一時期話題になった。確か噂ではおかしな仮面をつけていると言われていたが、その男こそセバスティアーノだったってわけだ。それでその兵器とやらが何かは分かったのか？ああ、イペリットだ。なるほど。
目に見える色を持たない化学兵器、いわば毒ガスの類だ。即効性はないが、ガスを受けた者が動き回ることでその成分が持ち運ばれ被害が広まる。症状は広範、皮膚がただれ、時間の経過とともに火傷を起こす。気管および目の異常を訴える者も多い。ベレーノで不可解な病気が増えている。症状は皮膚の広範、水泡、激しい嘔吐に呼吸不全。その他に目の痛みを訴える者もいた。多くはないが、すでに死者も出ている。ああ、大方試しているのだろう。そのおもちゃが実際にどの程度の効果を発揮できる代物なのかをな。イペリットは空気より重く低地にとどまる。ストラノは実験場としてうってつけだ。死亡率こそ高くはないが、多くの人間を苦しめることになる。それが贈り物か。例えば風のない日、もっと言えば屋内の人が集まる場所を狙って使われたら大変なことになる。対策を考える必要があるね。伝えなければならないことがある。先日、峡谷からファルツォーネに手紙が届いた。内容は、鍵の乙女を殺せというものだ。アンリにも意見を聞いたよ。彼はある意味僕たち以上に鍵の乙女の伝承に詳しい人間だから。生遺物の封印を解くために鍵の乙女が邪魔になったのかもしれない。それがアンリの意見だった。俺たちの知る伝承ではそのはずだった。だからこちらから峡谷に問い合わせた。鍵の乙女を失うのは墓守の一族の使命に反すること。それを命じるのであれば明確な説明が必要だと。そして峡谷から返答が来た。リリアーナ・アドルナートは鍵の乙女の資格を失っている。もう守るべき存在ではない。だから殺す必要があるとの一点張りだった。峡谷の狙いは君を殺し、次の鍵の乙女の誕生を少しでも早めることだ。同時期に複数の鍵の乙女が存在した例は過去にないようだから。女が寿命を全うするのを待つより殺した方が話は早いというわけか。しかし、なぜそう急ぐ必要がある？それではまるで峡谷は生遺物の封印を解きたがっているように聞こえるが、
新しい聖火の九段の方針を考えればイタリア王国におもねるためだろうね。聖遺物がなくなれば教国はこの町から手を引くことができる。政府は心置きなくブルローネマフィアを一掃できる。それが教国の考える和解への筋書きだ。聖遺物そのものは教国自ら管理するつもりか、あるいは政治に利用する可能性も考えられる。彼女を殺せと言われたところでおとなしく従う気はなかったが、そんな裏があるならますます聞けねえな。教国の庇護がなくなるのは俺たちにとって死活問題だ。教国がガリエに情報を流して協力してたことを考えると、もしかしたら教国は最初から彼に彼女の殺害を依頼してたのかもしれない。なるほど、ありえん話でもないな。しかしあの男が素直に従うわけもない。ああ、事実彼女はまだ生きているからな。教国は業を煮やして俺たちにも指示をしてきたというわけか。資格がなくなっていたのはかえってよかったかもしれないね。逆に言えば君が生きている限り教国にはこの町の生物を奪えないってことだから。教国の狙いは見えてきたが、そもそも鍵の乙女の資格とは何を指す？それはファルツォーネにも詳しく伝わっていない。アンリとオルロックは何か知っている？うん、俺も聞いたことない。リリアーナ、君は生活棟で待っていてくれないか？シスターがまだ起きているはずだ。オルロック、よければ彼女と一緒にいてもらえないだろうか？わかった、護衛なら任せて。あの時は本当にびっくりしたわ。いきなり人質にされたこともだけど、あなたがブルローネに戻っていたなんて知らなかったもの。
あの時あなたの隣にいたのってたまに教会を訪ねてきていた人でしょ。彼と一緒に町を出ていたの？やっぱりあなたがいなくなった時もしかしてって思ったの。だってリリーはあの人のことが気になっているみたいだったし、彼もリリーのことを気にしていたから。ええ、あの人あなたが留守の間にも会いに来ていたのよ。私その時からもしかしてこの人あなたのことって思っていたの。エレナ、話の続きは座ってからにしましょ。そうね。ごめんなさい、私ったら、まくし立てちゃって。もう真夜中ですが、今夜は特別です。お菓子も用意してあります。オルロック、あなたもどうぞ。え、いいの？ええ、もちろんです。あなたと夜更かしなんて久しぶり。ね、町を出ていた間のことを教えて。あなたに直接聞きなさいってソフィアはあまり教えてくれなかったの。うん、俺もその話は気になる。資格が何かを話す前に伝えておきたい。彼女にはまだ鍵の乙女の資格がある。失われたというのは峡谷の誤解だ。どういうことだ、ランベール。言いにくいなら僕が説明しようか、アンリ。彼はエミリオ、峡谷の聖職者だ。
はじめまして、ブルローネマフィア。僕は君たちの敵じゃない。墓守の一族の協力者という立場でもあるしね。一族の協力者。生遺物を政治に利用しようだなんて、神をも恐れぬ行為だ。次期聖火とは考えが相入れなくてね。だから今回は君たちに協力する。鍵の乙女についていくつかの知識を明かそう。本来墓守の一族なら知っていたはずだし、隠す必要はないだろう。鍵の乙女は生まれつき体に特殊なあざを持っている。それは知っているかい？ああ。そのあざはまだ誰にも触れられたことがない乙女の証でもある。へえ、峡谷らしい話ではあるよね。聖職者と同じで、鍵の乙女も清らかでなければいけないってこと？そのようなものだと思ってくれて構わない。そして鍵の乙女は墓守の一族と交わることで鍵としての機能を果たせるようになる。相手が墓守の一族でなければ鍵の乙女はその資格を失い、あざも薄れて消えてしまう。なるほど。だからリリーは。待ってくれ。アンリー、お前さっき彼女は資格を失ってないって言ったよな。驚くのもわかるよ。アンリと彼女はとても仲がいいけれど、そういう関係ではないんだったね。くだらん冗談はやめろ、ランベール。男と女が同じ場所で半年暮らして何もなかったとでも言うのか？なあ、駆け落ちしたじゃねえかお前ら。町を捨てて二人で。彼女には触れていない。そういう反応になるよね。ランベール、俺は今までお前を少し誤解していたのかもしれない。レッドホードの目も節穴だな。特定の男ができると女は変わるだのなんだの言っていただろうに。いやほら、彼女は元から綺麗だし、俺も読み違えることがあるっつうか。どちらにせよ恋がシノリーナを変えたのは事実だろう。本当に手を出していないのか。下手な嘘は後々お前の首を絞めるだけだと思うが。
やめろやん。アンリも時期を待ってたんだろ。恋の速度は個人の自由だ。そうだね、こういうのは大事なことだから勢いでってわけにはいかないよ。君たちはどうあっても私と彼女がそういう関係だと思いたいのか。いやだがキスくらいはしたんだろ。アンリー、お前一体これまでどうやって耐えてきたんだ。お前たちは今も同じホテルの部屋で暮らしているんじゃ。まあアンリは大人なんだよ。なるほど、病気か。本題に戻りたい。ああ、そうだな。鍵の乙女の資格が彼女に残されているなら、条件を満たせば封印が解けるということか。鍵の乙女が同時期に複数現れないのも事実ではあるけれど、それ以前の問題としてそう簡単に生まれるものでもない。だから彼女を殺して次を待とうという峡谷の思惑には大きな穴がある。時代の鍵の乙女がすぐに生まれるとは限らない。次期聖火にもそう忠告したのだけれど、残念ながら聞き入れてもらえなかった。選挙の際、僕が彼ではなくヨゼフの肩を持ったからかな。峡谷がリリアーナにまだ資格があることを知ればとても喜ぶだろうね。ちょっと待って、その場合封印を解くために必要な墓守の一族ダンテにも危険が及ぶ可能性があるよね。向こうが手段を選ぶ気がないならなおさら。封印を解く手段は他にはないのか。簡単に解けてしまうようでは封印の意味がないだろう。困ったものだな。資格がないのは都合がいいなどと話していた矢先にこれか。悪いけど今の状況では悠長なことは言っていられない。彼女には早急に資格を失ってもらうべきだ。だがそれは俺たちの都合で強いていいことじゃないだろう。まずは彼女に事情を説明しなくては。アンリ、それはお前から伝えてやれよ。ああ。悠長なことだ。説明しようがしまいが、やることは変わらんだろうに。処女を失えばそれで済むというなら、相手は誰でも構わんのだろう。そうなるね。墓守の一族が相手になると封印は解けてしまうけれど、彼女の意思を尊重したい。意思ね、聞かなくてもわかると思うけど。
あ、もしかしてアンリは彼女に手を出す気がないのかな。じゃあ僕が相手をしようか。ニコラ、俺も構わねえぜ。彼女みたいに魅力的なシニョリーナの相手なら喜んでだ。そうだな。俺は立場上その役目を担うわけにはいかないが、そのもちろんそういう都合がなければ喜んで。なんて無理しなくていいからね。まあアンリから見ればあの子は子供すぎるんだろうし、そういう気分になれないのもわかるよ。ああ確かにな、見た目は最高でも中身はちょっと足りねえか。彼女に不足はない。人間としても女性としてもだ。へえ、聞いたかニコラ。聞いた。アンリは特に問題なさそうだね。じゃあ彼女の希望を聞いて、彼女がそれで納得したらその時はお前が責任取れよ、アンリ。あの子がお前のことどう思ってるかわからないわけじゃねえだろ。ああ。ボーナスセーラ、シニョーレ。あなたがこの子のそばにいてくれたのね。幸せに暮らしていたのが分かって安心した。私が言うのは変かもしれないけど、これからもこの子のことをお願いします。私こそ彼女には助けられてばかりだ。乗ってくれて助かったよ、ギルバート。まあ思ってもねえことを言うのは胸が痛んだがな、彼女は中身だって最高だ。彼、自分のことはどうでもいいくせに彼女が絡むと感情的になりやすいんだよね。以前もそういうことがあった。かわいそうに、君は彼女のことまで犠牲にするつもりなんだろう。違う、彼女を犠牲になどしない。大事だからこそ手を出すのをためらうってのはわかるような気はするが。問題はそれでもランベールが動かなかった場合どうするかだな。誰かが代わりに済ませればいい、そういう話ではなかったか。まさか本気だったのかよ。
当然だ。うわ、前から思っていたけど、君本当にバカなんだね。ああ、おやすみ。頭が痛い。今夜はさすがに疲れた。情でしか守ってもらえない立場になるより、鍵の乙女として庇護された方が安全だ。そう考えていたが、今は。その資格が彼女を脅かしている。どうすれば彼女を守れる？どうすれば傷つけずに。おはよう。よく眠れたかい？いや、特に何も。しばらくは町に徹する必要がある。
峡谷は君の命を狙っているけれど、少なくともファルツォーネはその指示に従う気はないだろう。セバスティアーノを警戒する必要はあるが、それは今までと変わらない。多少の外出なら問題ないと思うよ。出かける？どこに？危険のない範囲でいいなら。リリアーナ、もちろん覚えている。忘れないよ。あの時はまだ君に深く関わるつもりはなかったけれど、君を巻き込みたくはなかったな。この場所には私の復讐心を含め腐敗した思惑しかなかったから。そうとも、君のような女性はこんな真窟に足を踏み入れるべきではないよ。賭け事では所詮真に価値のあるものなど手に入れようがないのだから。質問してもいいかな？行き先はどこでもいいと言っていたね。デートがしたいと。君が考えるデートはどういうものなのかと思って。何か
欠かせないことはある。なのに、私の誘いは受けてくれた？心を持って近づいてくる男の方がまだ良かったかもしれないよ。結果的に私はそれよりもっと危険なことに君を巻き込んでしまったのだから。もしよければだけれど、また明日会いに来てもいいだろうか。お互いのことを話しながら散歩でもどうかな。君が迷惑でなければだが。確かに当時は芝居のつもりだったけれど、今はもうわからない。あの朝はただの散歩で終わってしまった。今日は時間がある。もう少しらしいことをしようか。食事でもいいし、それとも買い物をする？カフェラテとエスプレッソ、それからコルネット、生クリームと木いちごのものを。君の視線を見ていればわかるよ。メニューの同じ文字を何度も目で追っていた。せっかくだから両方とも少し味見をして、気に入った方を食べるといい。君が食べない方は私が食べるよ。
あまり得意ではないな。けれど、食べて死ぬというものでもないから。養子とは名ばかりで、狭い部屋に閉じ込められ、食事も満足に与えられなかった。いろんなことをさせられたけれど、上手にできるとパンをくれた。そうだね。何かを自分の中に入れることが、私にとっては気持ちが悪い。無理をして食べても体が受け付けない。耐えられない時は戻してしまうし。君は今まで触れずにいてくれた。だから正直に話している。果物や野菜は比較的食べやすいよ。君の言うように飲み物もね。まあ好きではないな。それとこれだけは伝えておきたい。君が作ったものを食べることはそれほど苦痛ではなかったよ。君が私たちのために食事や菓子を作ってくれるのは素直に嬉しかった。リリアーナ、
君が私に好意を向けてくれていることには気づいていたけれど、離れてしまえばいずれ目が覚めるだろうと思っていた。早く忘れてくれた方が君のためだと。リリアーナ、君は幸せになれる人間だ。いつかまともな男と恋をする日が来る。私では君を幸せにできない。私は汚れているよ。君が想像する以上に様々な代償を払い、多くの罪を犯してきた。私は君に嘘をついた。あの夜、君が私に触れようとした時、君を子供扱いして君の気持ちも疑った。それはたとえ傷つけることになっても、君に愛想を尽かされるとしても、その方がいいと思ったからだ。大切だから汚したくなかった。私が犯した罪の重さを知りながら、君はそれでも許すと言ってくれたね。許されないはずの私を、君だけは許すと。その気持ちは今も変わらない。すでに憎悪しか持っていなかった私は、あのまま炎の中で死んでいくはずだったのに、君はすべて投げ出し、私を救いに来てくれた。共に生きて幸せな日々を与えてくれた。いけないと知りながら何度願ったか。君を手放したくない。そばにいてほしいと。君が好きだよ、リリアーナ。
帰ろう。君に伝えなければならないことがある。大切な話だ。今夜君の部屋を訪ねる。これは我ながらなかなかいい出来栄えでは。継ぎ目もきれいに処理できましたし、これならアンリのお眼鏡にかなうかもしれません。どうでしょう、かわいいですか。かわいくない？ああ、はい、かわいいんじゃないかと。え、かわいいですか。大丈夫です。首がないのがお好みとは、ちょっと私には理解できない趣味ですね。ああ、その、ブルローネマフィアとかはもういいんですか。物事には優先順位がありますからね。今は彼のお姉様のことで手一杯。しかし、ま、そうですね。そろそろ次の仕掛けを動かす時ですかね。君に伝えなければならないことがある。大切な話だ。今夜君の部屋を訪ねる。